水木一郎、水木一郎、水木一郎、本名、早川俊夫、1948年1月7日対、は、日本の男性歌手、作詞家、作曲家、声優、タレント、ナレーターである、東京都世田谷区出身、身長170センチメートル、血液型は、大型、イエローバード所属。アニメソング界の帝王,王と呼ばれるほか、兄貴、 兄貴の愛称でも親しまれているが、兄貴とは NHK お母さんと一緒に代名歌のお兄さんを知っていたことに由来する。自分の持ち歌をアナキングバージョンとして再録音することもある。また、松本茂之、山本一郎、早川俊夫、辰木き一郎、水キング名義でも歌唱している。世田谷学園高等学校卒業。現在は、 神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮の近くに在住。実家がレコード店を経営していたため音楽環境には恵まれ、幼少期からジャズなどを聴いていた。特にアメリカの音楽には強い影響を受けていたという。だが本人は当初、どうせ、日本人なんだから落語でもやるかということで落語家を目指し、学生時代には落語会を開いていた。 1964年、ジャズ喫茶に入り浸っているうちに顔馴染みになった、ザ・ドリフターズの桜井テルオのすすめで、当時新宿区歌舞伎町に存在したジャズ喫茶、ラセーヌで模様されたコンクールでの、僕のしマローちゃんを歌い優勝し、これが本格デビューのきっかけとなる。1965年、作曲家、和田かなえの文化生となる。この時期、広田美恵子の前歌などを務めた。 1965年、早川明名義で、テレビ西部劇の日本版主題歌、シェナンドをレコーディングする。この曲は当時、宣伝用、ホノシートが制作されたが、一般発売はされなかった。2018年、デビュー50周年記念アルバム、Just My Life に収録され、初めて一般発売された。1968年に、歌謡曲歌手として、 関東ネチョウの君に捧げる僕の宴、レコードデビューするものの売り上げが芳しくなかったことやマネージャーとの不仲も災いして一時歌手を退く。鉄子の部屋に最初の出演をした際語ったところによると、同じレコード会社、日本コロンビアの先輩歌手で万丈目正し門下、万丈目正し歌謡音楽院出身の九条真理子と結婚することになったため、 新人の水着髪を引いたという。その後、生活のためナイトクラブやキャバレーで歌い始める。歌詞を辞めて作曲家へ転校しようとしていた矢先の1971年、堀江光子の担当だった日本コロンビア木村秀俊ディレクターの勧めで、アニメ、原始少年流のオープニングテーマ、原始少年有害クオーカショー。以降、活動の中心をアニメソングへと移していく。 水木はアニメソングを歌うことについては以前から映画音楽を歌いたいという思いがあったこともあり抵抗はなかったという。水木は最初の歌がつまらない歌だったら以後アニメソングを歌うつもりはなかったと実感している。以降、超人バロム1、変身忍者嵐、アストロガンガー、マジンガー Z、1972年、バビル2世、ロボット刑事。 1973年、仮面ライダー X、グレートマジンガー、ガンバ、ロボコン、1974年、仮面ライダーストロンガー、宇宙の騎士テッカマン、鋼鉄ジーグ、アクマイザーさん、1975年、超電磁、ロボコンバトラー V、1976年など、アニメ、特撮作品の主題歌、挿入歌を数多く歌い、アニメソング歌手としての評価を確立、 1970年代から1980年代にかけて男性アニメシンガーとしてアニメや実写を問わず、佐々木伊佐佐々木伊佐やコカドマジン、ホリエミツコラと共に、ほとんどの主題歌、挿入歌を歌っていたと因い,いも良いほどに人気が高かった。ただし佐々木、コ門、堀ホリエ、水木のうち、唯一水木のみ、ミリオンセラーは出していない。 アニメソング歌手に転校してからの最初の4年間で約150曲の子供向け番組のテーマ曲を発表し、そのレコード売り上げは平均約10万枚、累計約600万枚に達した。1973年発売のマジンガー Z の主題歌レコードは70万枚の大ヒット。1978年発売の宇宙海賊キャプテンハーロック主題歌レコードは当時、 アニメソングとしては、驚異的な初回プレス15万枚。同曲では、アニメソングとしては、異例の68人のシンフォニー編成をバックに吹き込んだ。これらの逸話から、アニメソングの女王こと、堀江光子と並び、アニメソングの帝王と呼ばれるようになる。当時、アニメだけでなく、自身の歌手としての原点でもある、アメリカンポップスも披露した。後に、それを知った。 平尾正明からラジオ番組に呼ばれ、オールディーズを歌ったこともある。また、アニメ関係の仕事とは違うものの、1976年4月から1979年3月には、NHK の子供番組、お母さんと一緒で、歌のお兄さん、二代目を務めたこともある。1982年、 自らが吹き込んだ主題歌レコードのトータルセールスが700万枚以上という記録を自立しギネスブックに掲載された。1983年1月前年リリースのロマンティックアゲインコミックエロイカより愛を込めてイメージソングでコロンビアゴールデンディスク賞ゴールデン LP テープ賞を受賞。 1986年4月から1987年3月放送の特撮ヒーロー番組時空戦士スピルバンの主題歌を歌うとともに主人公の父親ベン博士役で本編に出演小坂井和樹関根ムのラジオ番組小坂無理やり100%を発端としておたけび系アニメソングが注目を浴び初のベストアルバムおたけび参上吠える男 水木一郎ベストを1989年6月リリース。おたけびブームはさらに広まることとなり1990年5月には、水木一郎おたけびにをリリース。このアルバムでは懐かしのアニメ、特撮主題歌だけでなく、新曲であるアニソン17曲メドレー、懐かしくって、ヒーロー、アイルネバーフォゲ t トユーを収録。同年11月には、シングルカットもされている。 1990年9月1日から1992年8月21日にかけて、水木一郎大全集ボリューム1から5を発売するなど、数々の作品集を発表。以降、1992年に24曲メドレー、懐かしくって、ヒーローパーシーウィー、ルビートゲザーフォーエバー。1994年に、青春ドラマ主題歌メドレー。 青春 for you 青春の詩をリリース。アニメタルなどによって、1960年代後半から1980年代を中心とした往年のアニメソング、アニソンが再注目され始めたことも追い風となり、1990年代に入ってから、正確な表現ではないもの、21世紀にかつてのアニソンを歌い継ぐといったスローガンの下、中核となって、堀江光子。 影山博信、佐々木一夫などと共に、コンサートを開催し続け、かつてのロボットアニメや SF アニメの主題歌を中心に歌っている。さらなる飛躍のために1997年3月末日を、もって日本コロンビアとの専属契約を解き、フリーとなる。まだ、フリー宣言後初のアルバム、スーパーロボット対戦ボーカルコレクション、ファーストマイルエンタテインメントが、 オリコン23位を記録。同年8月にはアニメソングを21世紀に残すべく、水木を筆頭に日本のアニメソング界を担ってきたシンガーたちが赤坂ブリッツに集結。一大ムーブメントを巻き起こしたスーパーロボット魂ライブの幕開けとなった。以後、進化し続ける同ライブを牽引、アニメジェネレーションにおけるカリスマ的存在感を示す。 1998年4月、文化放送のラジオ番組、ラジオスーパーロボット魂放送開始。パーソナリティを務める。翌年、歌手生活30周年記念のベスト版、CD、ニーソンをリリース。タイトルは、アニメソングの略称、アニソンと水木の愛称、兄貴、兄貴をかけたもの。同年3月18日放送のアニソン番組。 会心劇 TV 歌えもんでは、人造人間キカイダーが紹介された際に、キカイダーの主題歌ではなく、ハカイダーのテーマが流れ、紹介と同時に、水木本人がハカイダーのテーマを熱唱した。同年8月30日から31日にかけて、歌えもんの企画として、山梨県の川口湖、ステラシアターにおいて、24時間選曲ライブを観光。 終盤の生放送での変わらぬ声の響きに、本当に24時間を歌い続けたのかという電話が番組宛に殺到するという逸話を生んだ。しかし、その3日後の9月3日から9月4日に出演するはずだったイベント、松本イジ幻想起動1999で、キャプテンハーロックを歌う予定だったが、ライブで声がしゃがれてしまったということで、 生出演できずに映像のみ出演という形になったことから、この24時間ライブがとても過酷だったことが伺える。2000年7月17日に、影山博信、遠藤正明、坂本映像、松本理香と共に、アニソンユニットジャムプロジェクトを結成。2002年8月からは、自身の多忙なスケジュールにより参加が難しくなったことから、非常勤を宣言している。 2001年2月2日には、香港キャラクターショーケース2001にてライブを実施。香港のファンからも絶大な、兄貴コールを受け、会場が一体となって日本語で大合唱する、光景を目の当たりいる。ファッション誌、芸能誌などジャンルを問わず多くの媒体で記事が組まれ、現地での関心の深さを知ることとなる。同年10月には、テレビ朝日の番組、トゥナイトにに出演。 我らが兄貴、水木一郎の魂、と題した大特集で通常の2倍の視聴率をマークする。同月開始の NHK の少年ドラマ、料理少年慶太郎では主題歌、熱苦しいぜを担当し、ゲスト出演時には劇中でも歌唱。同曲はアニソンデビュー30周年記念アルバム、兄貴自身と同時売りされた。2002年3月には、 テレビ朝日の番組、鉄子の部屋に2度目の出演。同月に、水木バージョンで、新読した、中日ドラゴンズの応援歌、萌えよドラゴンズ、が、開幕より、名古屋ドームで流れる。同年6月には、名古屋ドームにて、始球式を行い、スタンドの観客と共に、萌えドラ、を大合唱。選手の名前を歌詞に織り込んだ、萌えよドラゴンズ。2002はおたけび入りでリリース。 2003年3月には、世界的カリスマ DJ のオファーを受け、僕らのマジンガー Z、ブラックバージョンを新録。この曲を収録した、ビクターエンタテインメントからのアルバム、クルーシニティツードが日本先行発売となる。2006年12月27日放送、笑っていいとも、年忘れ特大号のモノマネ歌合戦で、デビルマンの歌の替え歌を、水木が、 番組用に、新読紙、サマーズによる、安倍晋三首相、三村正和とライス国長官、大竹和樹の真似で使用された。また、12月31日に放映された、ダウンタウンのガキの使いやら編で、のばつゲームスペシャル、笑ってはいけない警察24時では、ガソリンスタンド店員の役で登場。ことあるごとに、Z、と絶叫し、出演者の爆笑を誘っていた。 これを受けて2007年、2008年の同企画にも同様のキャラクターの役柄で出演した。また同番組の芸能人を間近で観察できるナイトサファリパークという設定の企画でひたすら Z と叫び続ける芸能人兄貴として出演したこともある。2007年には初めてみんなの歌の楽曲とスーパー戦隊シリーズ。 重拳戦隊劇レンジャーの ED 曲を歌った。また前年オリジナル特撮ビデオ、超忍者対ナズマの主題歌を担当。オリジナルサウンドトラックは7月18日発売し、続編、超忍者対ナズマ。スパークでも、水木の龍る斎役で出演して、超忍者対ナズマ。オエドミックスを歌唱した。2010年、プロデューサー、塚田秀明からのオファーを受けて、 仮面ライダー W 第23.24話へ顔出し出演し、久々に仮面ライダーシリーズに関わることとなった。また6月には中国にて行われている上海万博のジャパンウィークにて中国でもよく知られているアニメソングを歌唱した。2011年7月6日、全国納豆共同組合連合会の公認ソング、ヒーローはネバーネバーギブアップを発売。 同日発売の桃色クローバー Z のシングル、Z 伝説終わりなき革命にも特別参加し、同9月2日開催の東映漫画、祭り DVD 発売記念イベントで共演した。7月10日、リオ西の巻ショッピングセンターで開催された、東日本大震災復興支援イベント、頑張れ東北。ネバーネバー、ギブアップ、で超新、ネーガーと共演し、ヒーローはネバーネバー。 ギブアップを歌った。8月24日、セルフカバー曲を中心に構成したアルバム、ザヒーローミスター・アニソンを発売。タイトルは、福島第一原子力発電所事故などの後処理、修理、復興で働いている現実世界のヒーイたちにインスパイアされたという。8月27日、アナメイロサマーライブ2011。 レインボーマイナスにサプライズゲストとして参加。9月21日、お母さんと一緒などで歌った童謡を集めたアルバム、水木一郎キッズソングベストを発売。現在は歌手活動を続ける一方、水木一郎ボーカルスクールを主催し、後進の育成に力を注いでいる。卒業生として木比渡りをはじめとする、ザ・カインズメンバー、平山香代子をはじめとする、 アップルパイメンバー、海賊戦隊、豪快ジャー主題歌の松原剛、菊池志保、小西広子などがいる。教え子の松原剛が、海賊戦隊豪快ジャーの主題歌を歌うのが決まった。さい、水木は、やったな。と喜んだという、水木自身も挿入歌の歌唱で参加している。ここでは1曲を超える、持ち歌の中から、特に代表的な楽曲、 また比較的近年発表された楽曲を紹介する。他多数、他、特番へのゲスト出演など多数、他、TBS ラジオ、文化放送、日本放送など、各局番組に出演。CM ソングに関しては前述の項目を参照。その他、以下に挙げるような多彩な活動を展開している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。